とも前回プレイヤーのキヨキヨンです。はい、今回は私ね、こちら最近練習してるんですよ、クイヒーハイブリッドでですね、行きたいと思います。もうね、計測開始ボーン。もうね、いや、どういう村を行くかと言いますとね、やっぱりね、テンプレ入ってちょっとまずねからこう入っていこうかなと思います。これやっぱね、もうテンプレ配置からね、やっぱ取れないと、まあ前回プレイヤーとしてはまあダメですよね。そしてね、やっぱりその今回まあこんな村がたくさんあるわけですよ。タウンホール9とかね、タウンホール9とか前回取っても意味ないですから。そしてやっぱり何よりも敵にアーチャークイーンがいることっていうのがやっぱ重要なんですよ。まあね、まあとりあえず、まあ前回ちょちょちょっと取っていきたいと思います。ちょっとね、もうこれもういい村というか、私、え？行っちゃう？ここ。ここ行っちゃおうよ。よっしゃ、行くぞ行くぞ、よし、行きます。前回プレイヤー、キョキョ。行きます。うわ、ここすぐ出たな。まず、アチャクイ出して、よし、OK。そして、ヒーラー出して、よしよし。これ上回るでしょ、上回って、そうそう、上回って、あかん、これあかん。うわ、発動しちゃったよ。壁殴んなよ、おい、嘘、壁殴ったこいつ。こっちじゃもう、こっちはそうですね、ジャイに出して、ゴレ出して、ババキン出して、ウィズに、待って、テレテテレテンじゃないよ、テレテテレテン、テレテテレテン、こっちにも、よし、テレテテレテン、よし、もう、回収しつついきます。ラバ出して、バルーン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 、そしてもうそろそろフィスト発動して、ヘイスと流し込んで、まだ行く、どうすればいい、ここでレイジ出して、フリーズ出します。あ、違う、フリーズ早い。フリーズ違うところ。フリーズここ。そしてヘイスト乗っけて。オッケー、フリーズ。フリーズは違う。フリーズは落とさない。フリーズ落とさない。オッケー、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 オッケー。そして、対空砲にフリーズ落とそう。対空砲と水砲にしよう。これは結構いいんじゃないか？対空砲と水砲、これ。あー、対空砲落とせない。対空、行くでしょ？待って、こっち空きすぎだよ、お前。どうなの、これ。行くでしょ、これ。際どい。水とやばい。落とせ。あー！いや、いける。これでゴーレムくん頑張ってくれるでしょ。で、タウンホール落とせそうだね。タウンホール落とせそう。いや、これ、待って。下のババキン頑張れ、これ。ババキンマジ頑張って。うわぁ、頼むの、ほんと頼む。いけるでしょ、これ。もうヒーラー回復してるんで、多分、大砲は大丈夫でしょう。あとは、この2体のパピーさん？いや、4体 ?3 体？オッケー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 。オッケー。あとはババキン。ババキンだ。ババキン頼むぞ。で、こっちはもう、どう？こっちはどうよ。倒せそうだね、もうすぐ。頼む。いや、ワンチャンない。いや、ワンチャンない、これ。84%。よし、これ大砲倒したから、ゴーレムは何するんだ？お、壁殴んだ、イケメン。そして、クランの城破壊して、下は？うわー！マジかよ。出た、キヨキヨ。どうせあれでしょ、編集で今ディンディリディンディンディリディンディンディリディンディリディンとか流れてるんでしょ、どうせ。うわ、ちょっとね、ダメです、これね。キヨキヨが全開取れるまで帰れません。パート今3ぐらいですよ、多分パート4。次回キヨキヨが全開取れるのでしょうか。皆さんお楽しみに、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。